どうもみなさんこんにちは。同駅麺の動画撮ってね、まあ先に昼飯でも行こうかなと思って、まあ念のため大井警部の方出走表を確認しようとしたら、11時半前なのにもう出走表出てたんで、先にね、廃成功記念の方の予想動画撮ってから、アップロードしながらね、昼飯にしたいと思います。では行きましょうかね。先にこれクリックしましょうかね。大井競馬、11月14日水曜日メインレース第11競争第51回廃成功記念 S2 オープン受賞、距離が 1600m、内回り13頭となっております。この競争のね、1着馬と2着馬に関しては、12月19日に、川崎競馬場で行われます、全日本2歳優秀、合ってるよね、日付。12月19日だってますね。川崎競馬で行われる全日本2歳優秀へのね、優先出走権が与えられます。それでは見ていきましょう。1番、シビックバーゴ、笹川翼騎手55。2番、花ズボン台でいいのかな、ちょっと待って、分かりづらい。花ズボン台いいのか。タチロリュージ55。3番、フォルベルス、早田甲春55。4番、川崎からグラビテーション、紺野忠成55。5番、マムティキング、柏木武宏55。6番、当選イマジン、坂井秀光55。7番、中田、三上の騎手55。8番、ラプラス、矢野高い騎手55。9番、当選スプモーニ、坂井誠二55。10番、北斗ローリー。誰こいつ、松崎正弘の騎手いるんだ。へぇ。55。11番、ダルバサ、真島大輔55。12番、当選ボルガ、森田斗騎手55。最後は13番、ネオブリランテ、的場文也騎手55。以上の13頭、遠征馬は川崎から1頭、浦和から2頭となっております。では見ていきましょう。まず、シビックバーゴ。まあ、去年のね、廃成功記念に関しては、俺、おそらく YouTube やり始めて4ヶ月かな、初めて当たった予想なんですよね。この廃成功記念が去年は。じゃちょっと今年はね、頑張って当てたいと思います。父、バーゴ、母の血がジャングルポケット。デビュー戦4着、2着、2着、前走1着と。まあ、あれですね、特別競争が、まあ、川崎桐蔭2週連続でね、特別競争で、初勝利を決めたね。まあ、なんとなく珍しい回戦になったんですけど。まあ、2番人気で、後ろの馬に、まあ、3馬身、アンカー3馬身ぐらいか。そうですね、3馬身半ですね。まあ、一応ラプラスに、3馬身半と。まあ、2番人気で先行型。まあ、悪くないんじゃないですかね。今回1600には、まあ、ちょっと距離伸びますが、まあ、悪くないと思いますね。まあ、安城も笹川翼騎手なんで。まあ、前回ね、本命飛ばしの薬物馬にしちゃったんで、まあ、今回はね、ちょっと、本命にはしないと思います。2番、花ズボン台。ドリームジャーニーのスニッツェル。和田ジョージ騎手が381で初勝利。そして、金太祖は辰代隆二で、前にいて、まあ、3着2着と。まあ、距離1600走ってて、まあ、ちょっと賞金的にはね、470万で少ないんで、ちょっと心配なところあるんですけど。3番、フォルベルス、早田甲春。サウスビーガラス3個のアサティスト。今、どころ初勝利はまだか。ちょっと心配なのはね、11月1日、木曜日の走ってるんで、中一周なんですよね。これをちょっと除外します。3番は除外と。4番、グラビテーション、まあ、川崎、山崎上から遠征と。そうだ、これ前走鎌倉記念のあれだ、3着に突っ込まれたんだ、俺本命にしたら。意地でもこいつ本命にしよう。頭きた。この馬嫌いだからね。これ本命にします。5番、マムティキング、柏木武宏。前走初勝利か。まあ、西啓太、柏木武宏で、今回は柏木武宏と。なんとも言えねえな、バトルプラン。まあ、デュランダルと。まあ、悪くはないんだけど、1200しか走ってないな、ちょっと印象的にはね、まあ、あんまりよろしくないかなと。6番の当選イマジン。アイラハバナザーの母の父がアドマイエゴジンと。JRA からの転入初戦。早えな。JRA でまあ、しかもローテーションエイドに中一周か。中一周、ほいほい、中一周か。まあ、ダート戦に関しては14-8。アイラハバナザー、ちょっと怖いね。まあでも JRA 馬なんでね、どうなんだろう。まあ一応、マークだけはしときましょうかね。7番がチューだと。三上則文騎手。サウスビーグラス3区の母の父、ジャンブルポケット。面白いじゃん。新馬戦が、まあ、結構離されて3着なものの、追い込みにして、まあ、2着、1着と。まあ、1600走って、悪くはないっすね。ちょっと1000メートルじゃ短かった感じかな。まあ、サウスビーグラス3区なんで、早くからのね、期待も持てそうなんで、そんなに悪くはないっすね。まあ、ジャングルポケットなんで、そんなにって感じか、本当に。これはちょっと逆に、7番の中段面白いかなと思います。一応、差し入れで打っときましょうかね。
8番、ラプラス、前走あれですね。さすがつばすぎ負けたもんと。まあ、一応2連勝してきたものの、まあ、一番人気で。まあ、先行馬後ろからというところで、まあ、今回どうなるかってところか。9番、当選スプモーニー。まあ、浦和から参戦、当選ブライト、シャトーノワール、アドマンヤベガと。今回当選がね、3頭いるんでね、ちょっとここの9番、12番に関してはちょっと危ない危険性があるんですけど、まあ6番も、ね、当選なんで危ないんですけど。どうなのかな、まあ新馬戦は3番人気の軸で2着、1着、3着と。まあ前走、ドベニンキ3着、ハリタ・アキラ、よく頑張りましたね。まあちなみに2歳2000に関しては、ノーブルトリトン、水野球種に負けたと。おー、かわいそうだね。で、王位戦に関しては、まあ、今度は逆にノーブルトリトン任したってところか。新馬戦に関しては、まあそんなに怪しくはないか。まあ悪くはないですけど、ただ前走10番人気なんで、そんなにやっぱり期待はされてなかったみたいですね。どうなんだろうね。まあローテーションもちょっとまあ、きついんでね、8月に関しては。まあそこから9月1ヶ月空けてなんで。悪くはないし、まあ、馬体重プラス6キロ。まあ、2歳馬でプラス6キロは、ちょっとでも、まあ、そんなもんか。プラス4キロなんかザラだと思うんですけどね。どうなんだろう。まあ、そんなもんすかね。プラス6キロ、14キロって結構増減するんだよね、2歳馬に関しては。まあ、悪くないっすね。まあ、そんなに悪くないんじゃないですかね。どうなんですかね。当選ミラクル、7番人気。まあ、これは逆に7番人気でも、まあ、確かに10番人気はかわいそうっすね。逆に3番人気の船橋ドリームファイター。まあ確かにこれで3番人気だったらね、悪くはないと思うんですけど。まあ逆に今回この当選に関しては、まあ悪くないんじゃないですかね。まあ当選が今回3頭いるんで、まあちょっとその3頭ともね、まあマークはしておきたいと思いますけど、悪くはないかなと思います。10番、北斗ローリー。ほんとこの松崎って騎士全く知らないんですよね。誰なんですかね。今年2勝しかしてないし、去年も2勝というね。ちなみに騎手やって今年で12年目。年齢は40歳と。障害成績34勝ってすごいですね。しかも、騎乗成績が全部で4桁ないっていうのはよっぽどのダサくなんですかね。一番下の出が6月か。ちょっとひどいね。まあ一応北斗ローリーには乗って8月に勝ってんのか。その前は13番人気9着か。で、7番人気5着と。まあ、こういう風に騎乗騎手がないやつは逆に成績が出しやすいんでありがたいんですけど。まあ、先行するのか後ろから行くのか、まあ、若干定まってないところで考えて、この騎手の下っていうのはこのまま終わりでしょうね。10番は除外します。11番、ダルバサ、マシャマ大好き騎手、荒山調教師か。ペルシャザールの母の父が、サイントバルダロバルラドわかんねえ、外馬なんでね。ノーザンファームの生産と。前走、新馬戦を4番人気で、まあ、8馬身差ぶっちぎりか。すごいね。2着にダボスが、まあ、三河本騎手と1番人気と。8番、すげえですね。4番人気で8番戦でぶっちぎり、アガサンハの最速っていうね。これちょっと気になる一頭になりますね。ちょっと一応マークだけしましょうかね。一応逃げと。まあちょっとわかんないで逃げにしますけど。12番、当選ボロが3頭目の当選と。当選モナーク、当選モアムードの母の地下が相場と。おお、すごいですね。1225万。おお、これすごいじゃん。浦和でデビューして川崎含め3連勝2着。そっか、若武師匠であれか、松田光弘騎手に負けたんだよね、これ。金として金。で、一応前走勝ったと。まあ、悪くないっすね。全体的にでも逃げ、前にいる競馬。まあ、内外関係なさそうっすね。まあ、ちょっと今回外枠いっちゃいましたけど。この当選に関しては悪くなさそうっすね。まあ、安城も森田騎手。ここに関してはまあ、しょうもない方をこの坂井誠二に任せて。まあ、一応、勝てる方はもう安泰で森田騎手これだと思うんでね。これに関してはまあまあいいんじゃないですかね。ローテーションも悪くないしね。まあそうっすね。悪くなさそうっすね。まあどうしようかね。今回は当選本命にしましょうかね。どうしようかな。当選飛ばすのと山崎誠二騎手のお兄さん飛ばすのどっちが楽しいかな。俺的にはこっち飛ばした方が楽しいんだよな。まあ関係ないですけど。13番最後、ネオブリランテと。父がディープブリランテ、母の父に黒船と。早いね。あ、そっか、黒船でもそんな年か。新馬戦が、キューバ審査ぶっち。一番人気、150円。いくら？あ、当たった。ちょっと嬉しいな、当たると。すごいっすね。花レイ、花ズボンダイ。花ズボンダイはなんか聞いたことあるな。
まあ聞いたことなんで聞いたあれあれまあいいや。まあ一応1600万件発、失礼、1600メートル、発送遅れたものの新馬戦。まあ一番人気圧倒的に4番手からぶっちぎりとすごいっすね。まあ1600かって前走も3馬身圏内なんで悪くはないってことっすね。うん。まあ今回外枠の先行馬がどうなるかってところちょっと不安なんですけど。どうなりますかね。まあ今回またワフメキシ乗るんで、ちょっとそこだけがネックなんですよね。おら、奇跡の星じゃん。ちょっとこれ関係ないですけど、ちょっとこれだけ見てな、個人的に。あらー、こっち来たんだ。もうよく頑張れたね。まあいいや、まあ、そんなもんか。オフィの1600で考えると、まあ、まとまみよ機種のレベルなら、ガンマいけそうなんだよね、ギリギリ。どうなんだろうな。まあ、ここ最近、9月、まあ、8月から11月にかけて、ちょっと大池がね、開催めちゃくちゃ多いんで、こういうふうにちょっと出走データ出るんで分かりやすいんですけど、助かるんですけど。どうなんだろうな。まあ、でもズバン、まあ、ディープブリランテの黒船なんで、まあ、ダートもちろん、まあ、距離、中距離もちろんってところだと思うんですけど、まあ、でもちょっとこれは気になるね。というわけで、残ったのが、順に行きましょうかね。まあ、まず1番の、笹川翼はまあ逃げ戦と。で、4番の、変なグラビテーションがまあいろいろと。で、5番がマムティキング。まあ、これが一番ネックなんだよね。これがネックなんだよな。距離、短距離ばっか。ちょっと過去の敗成功記念で何で調べましょうかね。確か去年ね、3着に中野翔吾騎手が来てくれたんで、配当プラスになったのを覚えてるんですよ。まあ、もう騎手じゃないんですけど、あの人。うん、まあまあ、騎手やってるけど、日本で騎手じゃないんでね。うん、まあ、ドア使えばいいかな。ギリギリなんですけど。うん、まあ、5番いっといといて、で、8番が、これか、柳高い騎手か。まあ一応これは差し、まあ先行差しでいっか。で、9番が、まあ当選スプーンのもの。で、11番がもう一頭の、ああ、失礼。11番が、まあ、マシマですけど、荒山直でした。まあ逃げでいいですよね。で、12番が、この当選に関しては、まあ悪くないですね。ってわけなんで、残ったのが全部で6頭と。結構削りましたね。というわけで、ちょっと過去の敗成功記念見てみましょうかね。一応ね、これがね、まあ、過去の敗成功記念のデザインなんですけども、去年買ったのはハセノパイロ、おととしミサイルマン、そしてトロバオスディーム、まあ、ソルテ、ドラゴンシップと、まあ、ある程度難関で活躍してる馬が、まあ、上位に来てますね。まあ、セイファルコンとか。まあ、まず去年から行きましょうかね。まず買ったのがハセノパイロと。3番人気、1番人気、7番人気の中野翔吾を突っ込んでくると、まあ、配当も1万6000円くらいだっけ。1万8000円か。まあ、これ初めて俺が当たった予想と思うんですけど。まあ、ハセノパイロ、これ走る前までは、ああ、そうですね。まあ、でもやっぱり距離一回1600は走ってますね。短距離の新馬戦から行ったものの。まあ、そして主に連帯を外しないところで考えてくるっていうんで、まあ、全日本に3着と。まあ、前走ジャパンダート旅走った以来か。最近見かけねえからな。よいしょ。そして2着のクレセントシティに関しては、これは一番人気と。あれこれ、排水攻撃に走ってねえじゃん。なんで？あ、やっぱりみんな気になってんだね。父がドビーズコーナー、母の父にアグネスタケンと。すごいっすね。排水攻撃年まで、まあ一応、新馬戦は2着のものね。まあ矢野高い騎士乗って、まあ3連勝と。うん、まあそれは悪くないですね。しかもまあ1000メートル、1400、1600。まあやっぱり1600経験してる馬が有利かな。そして3着のトーセンブルと。これに関しては最近ダメっすね。まあそれまでは1000メートル、1200、まあ1500、1600か。まあアブクマポーラ、サプライズパワー、この辺やっぱり1500、1600走ってる方が有利っすね。んで、ちなみに一昨年が勝ったのがミサイルマンと、さすが翼騎手。2着にセイファルコン、3着が、サイバーエルキングと。調教師で言うと、多い。どこなんだろう、川崎か、なんてねえか。まあ、1番人気、5番人気、10番人気、配当としては5万8000円と。おお、マルブロックシティなんかいいんじゃん。アーチデュークもいるよ。
まあ、まずミサイルマン。あらー、金層ひどいね。排水溝記念までは、まあ、1000メートル1200。まあでもよくギリギリところか。でもサトシがね、9馬身に3馬身つけてるんで、まあ圧勝ってところ考えてみても、まあ悪くはない。あ、いべなんか失敗した。悪くはないですね。ただそれ以降、勝ちきれてないっていうのがちょっと気になりますね。で、セイファルコンに関しては5番人気と。あ、でもこれもすごいですね。掲示板は外さず、まあ1600も経験と。ほう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 、なるほどなるほど。で、サイバーエルキングに関しても、これなんかすごいね。あ、でも1600で、勝ち経験がありか。これは多いなんだ。初めて知った。スマートファルコン3区で、半地学ネスジだと。うん、まあ1600経験済みで、まあ客室に考えてみても、まあ、どちらかというと、前残り的なのが多いのかな、去年含めて。うん、去年もどちらかというと前にいた、まあ6番手なんでね、微妙なところなんですけど。まあ前にいた馬がいて、まあ差し馬が1頭来れるかか。で、トロバを本田正成氏と。これが、まあこの年は完全に前の決着か。3番人気、2番人気、13番人気。フォックスホールってこれ裏の馬か。この中継車も裏の気がするんですけど、あ、合ってますね、裏馬で。前走にか、あ、でもすごいしね、これ。今なんか全然走ってんじゃん。あ、キングガンズランクに続く3着、バラダスターに続く2着なんか全然いい方じゃん。これすごいね。あ、ごめん、その前に着順見てもらえた。フォックスホール、排水溝記念出る前は、まあ、1400で、まあまあなんとかってぐらいか。まあ、裏の馬なんでね、確かに裏馬だと2歳制の1600って言ったら、そんなにないんでね、まあしょうがないかもしれないですけど。まあ、これは本当に鞍上次第で、まあ、よく前残りしたって感じですね。グランユニベール。ネオユニバースのシンボリクリスです。面白い決闘だね。これに関しても、まあ、1600、あ、まあ、その前は1500か。1600勝ってますね、やっぱり。まあ、悪くないですね。シンバ戦とどちらかというと、まあ、ある程度、まあ、話されましたけど、まあ、よくその後頑張ってるって感じですね。で、勝ったトロバオに関しても3番人気と。ちょっと最近やばいですね。滝玉杯に行って5着、前走マイルグランプレス3着。排水溝記念の前は、門別でデビュー馬か。あ、もう北海道で1700、あ、でもよく北海道の重賞出ずに、ここまで頑張った感じしますね。新馬戦が7月なんで、無理やり突っ込め重賞いけるはずなんですけど、1個ぐらいは。まあでも着実なところってところか。悪くはないっすね。うん、そんなに離されたってわけでもないんでね。まあタービランスに負けてるぐらいなら可愛い方っすね。うん、タービランスはしょうがないっすね、どちらかというとあれは。うん、悪くはない1頭っすね。そして一応4年前に行ったかじゃない。最後、スディームここにいるんでね。スディームだけ見て終わりにしましょうかね。スディームが、5番人気で、ガチな追い込みと。追い込み先行先行か。大馬タイムいいんじゃん。しかもまだこの時って重田現役騎手なんだ。今大馬タイムって言ったら、酒井誠司なんですけどね。あ、そう、あ、でもまあ酒井誠司の間違ってはねえのか。あ、まあどちらかそんなに間違ってはないですね。重賞はほとんど酒井誠司ですね。うん。まあ、大間タイムに関しては、排水溝記念出る前に、まあ、1500の川崎、鎌倉記念勝って、まあ、大井の1400勝ってってところで見ても、まあ、悪くないですね。栄冠賞あっちゃくと。そして2着、そうです、これか、ベスビオ、吉原博人。今は船橋にいるんだ。これ、中野将吾騎手かな。面白い、めんこ。笹川つぶし乗って、11月1日、おお、つい最近じゃん。1200メートル戦勝ちと。ただ、排水溝記念の前に関しては、ゴールドジュニア、多いのあれか。なんだっけ。笹川つぶつ騎手の方がそういう意味で言うと有利か、ゴールドジュニア勝ってんで。まあ、それ3着と。まあ、ただ、うん、まあ、新馬戦勝っただけで、まあ、よく来れたなって感じですね。まあ、でも着実に4着3着なら、可愛い方っすね。で、まあ、スディームと。でも、この面子いいっすね。俺個人、あ、そっか、スディーム帰っちゃったんだ。初めて知った。帰っちゃってるんだ。排水溝記念の前は、まあ、船橋で1000メートル、1200、1400、1400。まあ、よく、まあ、平和賞を経験してるんで、まあ、距離的に問題ですけど、よくこのローテーションで行ったなと思いますね。まあ、よく頑張った方ですね、馬も。ただ、その後ね、まあ、京浜杯までやっぱりのんびり休んで、羽田杯頑張ってってところか。
悪くないですね、ジャパンダート多分4着なら。まあ、ちょっと飛ぶくせに関してはまあしょうがないですけど。これはしょうがないですね。これだけはどうしようもないですね。まあ悪くないですね。まあ先行前残り、まあどちらにしても。まあある程度やっぱり1600経験してる馬の方が有利と考えると、まあ今回のデータでいきますと、まあやっぱりこのシビックバーゴ面白い一頭ですね。前走ゴールドジュニア勝ってきてるんで。まあ、これに関してはね、まあ前に行ける競馬で。まあしかも後ろから行ってもまあそんなに問題もなさそうですね。そんなにズバ抜けで離されてるってわけでもないんでね。まあ、この、あ、失敗した。この一馬身圏内ならね、悪くないと思いますね。一馬身半か。うん。まあ逆に、このラプラスに負けた後ね、その後ハヤブサ特別、まあいないんで、あれなんですけど、まあでもその後ゴールドジュニアね、勝ってるんで、うん、ラプラスってあと男の子ってなんか可愛いですね。まあ悪くないんじゃないですかね、本当に。まあいくらプラス14キロ背負ったといったもの。うん、まあ今回だからあれなんですよね、前走ゴールドジュニアの上位3頭がモレいる感じですね。シビックバーゴ、ラプラス、当選スプモニと。うん、まあどうしましょうかね。ってわけなんでね、まあ距離適正考えてみると、まあやっぱり、柏木武宏、まあこれマムテキンが除外かな。うん、ちょっと怖いっすね。ってわけなんで、8番は除外して、2番も除外、3番も除外、6番って誰だっけ？当選イマジンか。これはちょっと残しておきましょうかね、中央なんで。で、7番の中田。まあ、これに関しても残しておきましょうかね。どうしようかな、中田。三河本騎手、サウスビグラス3区。まあ、1頭くらいはね、後ろにいる馬がいてほしいんで。まあ、サウスビグラス3区、ジャングルポケットでね。まあ、悪くないですよね、前走3馬身。まあ、後ろから行っても問題なし。これ、ちょうどいいんじゃないですかね。じゃあ7残して、ちょっと待ってくださいね。というわけで、まあ、残ったのが1の逃げ線、4の、グラビテーション、まあ、これちょっと一応残しておいて、7が、まあ、逃げから差しギリギリと、で8が線差しで、9の当選に関しては、まあ、微妙と。まあでもこの当選しもでも前走ね、本当にドベ人気のあれには悪くねえんだよな、どう考えても。まあ800が短すぎたとしても、まあ橋本奈也もそんなに腕がいい方じゃないんでね。今年2桁勝ってんのかな。ああ意外と勝ってんだ。ああやっぱ平山厩舎乗せてもらってるからね、無駄に。うん、そうですね、平山厩舎乗せるだけ多いっすね。うん、まあその後岡部誠、酒井誠司、張田けれど、まあでもそう考えても1400経験してるんで、まあ悪くないっすね。うん、まあ悪くないでしょう。まあしかもそれに、どちらかというとね、まあ先行もいけそうだし、差しもいけそうってところで考えると、うん、悪くはないとかなと思いますね。で、11番の、ダルバサに関しては、まあ逃げで面白そうなんでちょっと入れておきましょうかね。で、まあ13番の当選ボルガに関しては、まあこの中だとおそらくこいつが1番の、どうなんだろうね。まあ一応1600のね、レースは経験しないけど、まあ1500若者賞2着とは言ったものの、うん、何問題もないし、前走勝ってるんでね。まあ、シャイニングフューチャーの川崎戦に関しては、まあ、10頭立てで5馬身ぶっちぎってんで。これに関してはやっぱり、まあ、金と資金に任されたのはちょっとね、ドンマイとしか言わないですけど。うん、まあ、悪くないんじゃないですかね。まあ、安城も盛りたいとってところで考えてみても。まあ、いいとこ逃げ戦で、まあ、どこまでの、まあ、粘り切れるかってところですかね。まあ、ってわけなんで、まあ、残ったので考えると、まあ、7頭と。まあ、13番のね、ネオブリランデに関しては、まあ、1600勝ってるもののね、ちょっとローテーション的にやっぱり不安なんですよね。4ヶ月あげて中1周なんで。まあ、3ヶ月か。ちょっとこれに関してはやっぱり除外しましょうかね。ローテーションきついのはね、ちょっと心配なんですよね、個人的に。ってわけなんで、まあ、残ったのが、7、8、9、まあ、1、4、7、8、9、11、12と。で、まあ、過去の配当見ても、まあ、一番人気が勝っても、まあ、ちょっとね、人気薄が飛んできてるんで、あ、失敗した。まあ、去年なんかでも1万8000円ついてるし、まあミサイルマンが勝った年、失礼しました。ミサイルマンが勝った年も、まあ、一番人気が来て、まあ、配当も5万なってるんで、うん、まぁ、ちょっと展開的にはね、まぁ、荒れる傾向が多いのかな。まぁ、3番人気、2番人気、13番人気で、17万出てるんで。で、まぁ、スディームが勝った年も5番人気でね、こいつ勝ってて、まぁ、3番人気、8番人気で、
8万円なんで、まあ、ちょっとはね、買い目多くして、まあ、何が頑張るかですかね。まあ、2歳戦に関しては、うん、まあ、そんなに過去の常識が通用するっていうガチなレースでもないんでね。どうしましょうかね。今回はでもどうしようかな。真面目に行くか、遊びで行くか。まあ、一応本命は12番の当選にしときましょうかね。まあ、ちょっと薬物出たことに関してはね、当分は薬物場っていうところでね、まあ、薬物厩舎ということで扱いたいんですけど。で、2番手どうしようかな。2番手9番でいいんじゃないですかね。うん、この9番でちょっと行きたいと思います。で、3番手に、どうしようかな。これなぁ、気になるんだよな、6番も。まあでも JRA から唯一のね、遠征馬っていうか、高級馬なんで、まあしかも JRA の賞金も120万なんでね、まあ横山武史、内田博之で5着、4着と、まあ刺してるんでね、まあこの中で距離短縮ってことに考えてみても、まあローテーション的には悪くないんですよね。6番刺しなんでね、むしろ。まあこの中でだから、綺麗に先行馬が何頭かいるし、刺し馬も何頭かいるって展開で考えると、まあ、差し馬の中ではこの当選マジン悪くないんですよね。まあ、あとはラプラスか。まあ、とりあえずちょっと当選マジン3番手に打っとくか。で、4番手評価に、待って、12番が逃げでしょ ?12 番が逃げ、9番が、どちらかというと、まあ、差しと。で、6番も差しと。で、まあ、1番にしとくか。一応4番手評価に1番にしときましょうかね。笹川翼騎手の、シビックバーゴ。まあ、前走ゴールドジュニア勝ってきてるってこと考えてみても、うん、そんなに悪くはないんだよね。っていうわけなんで、まあ、これぐらいかな。よいしょ。まあ、しかも、最内入ってね、先行馬、まあ、どこまで本当に頑張れるかってところですかね。うん、まあまあまあ、不良馬場やや重でも、まあ、悪くないですね。ここのところ本当最近、関東雨続きなんでね。昨日も夜雨降ったり。だ急に雨降ったりすること考えると、まあこの不良馬場で3馬身ぶっちぎってんのは、まあもうちょっとぶっちぎってほしいですけど、うん、悪くはないってですね。まあそのなんか当選スポーにもね、うん、まあまあ両馬場。まあボルガに関してはまあやや重しか経験しないんでね。まあ本当はもう一発重馬場でのレースがあって、それの成績があれば、まあちょっと神できたんですけど、ちょっとやや重だけだとね、不良馬場いかんせん不利っていうのはまだちょっと安定しづらいんで。まあ一応推奨馬としては、ちょっと当選がね、多くなっちゃったんですけど、まあ一応この4頭推奨しておきたいと思います。で、今回7頭なんでね、まあちょっと幅広く言っても、そんなに悪くないんですよね。1、4、6、7、8、9、8頭か全部で。1、4、6、7、8、9、11、12。ちょっと8頭っすね。8、あ、そっか、グラビテーションみんな忘れてたんだ。まあグラビテーション900メートル線の新馬、まあ7馬身ぶっちぎり。6馬身か。どうせ6馬身ですね。6馬身ぶっちぎり。まあ、今野忠成、今野忠成、若武者賞で、まあ、トライアル3着。で、まあ、前走も3着と。悪くねえんだよな。しかも、地元の馬なんで、おそらく川崎の所属馬としては、おそらく全日本2歳優勝、このまま行くといけるんですよね。優先出走権なくても。賞金的に見ても、まあ、地元馬が基本的には枠出走有利なはずなんで。まあ、グラビテーション一応入れておくか、差し馬だしね、なんとなく。ってわけなんで、どうしましょうかね。まあ、できれば、頭に逃げ馬2頭、まあ、差し馬2頭って感じで入れたいんで、まあ、そうなると、頭に入れるのは1番と、まあ、逃げ馬で言ったら12番か11番。ただ、ダルバスに関しては、本当に前走、新馬勝ってきただけなんでね、なんとも言えねえんだよな。足毛か。まあ、ただ、まあ、8馬身ぶっちぎりはね、これは評価に値するんだよな。ただ9月10月走ってねっていうのは本当に気になるところなんですけど、まあ一応ちょっと11も入れとくか、軸に、まあ軸っていうか頭に、うん、ちょっと今回幅広めにいきましょうかね。まあ差し馬でいくとどうしようかな。6分の当選入れとくか。16、まあ9、11、12か。まあこの頭5頭で頭5頭、多分今までの俺の予想とかだと多分ねえな。待って、これだと本当に買い目いくらだ。ちょっとお待ちくださいね。今までになく買い目がちょっと多いんで計算しましょうかね。
こういう時のためにね、フォーメーション組み合わせっていうね、JRA のいいものがあるんですよ。で、4が2着、6を全部、7、8が2着ずつか。で、9が全部、で、11、12が全部。で、頭ごと中8頭8頭、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、6、7、8、8、合ってますね。3連単。あ、でも210点でもいいんじゃないのかな。過去の配当から見ても、まあ210点。悪くないと思いますね。しかも今年に関しては、まあ、ズバ抜けてこの馬がいいっていうのが1頭ではないんでね。まあ、新馬戦勝ってきた馬入れちゃってるんで、俺無理やり。まあ、だからこれぐらいが妥当じゃないですかね。まあ、ちょっと210点で、今回は多めに行きましょうかね。まあ、前走なんかもね、前走の平和賞なんかはあれ、12番人気の、あの、12番人気じゃない、11番人気か。まあ、本当に、下の方の人気のね、井上俊彦騎手が、ぶっ込んだんで先行して綺麗に。だから、下手にね、気になって除外するくらいだったら、もういっそね、外れる覚悟で買った方がね、気持ちいいんでね。まあ、そうしましょうかね。まあ、しかも前走、馬単は当たってるんでね、まあ、馬単これで買っても35点なんで、うん、悪くなさそうっすね。馬単の配当だけ見ても。ちなみに、過去の馬単の配当っていくらだ？去年の長谷のパイロは、あ、まあ、それだと赤字になるのか、やっぱり。あ、まあ、馬単だとちょっとギリギリか。まあ、でもいいんじゃないですかね。まあ、一応、買い目としてはね、これで210点でいきたいと思います。1番のシビックバーゴ、6番当選イマジン、9番の当選スプモーニ、11番ダルバサ、12番の、当選ボルガ。まあ、これ5頭をね、頭に入れて、ちょっと気になったね、4番の、グラビテーション川崎から遠征と、7番チューダ、8番ラプラス、こちらをね、まあ、2、3着に入れて、まあ、フォーメーションとしてはこんな感じでね、行きたいかなと思います。全部で210点線、ちょっと見にくいんでね、ごめんなさいね。こんな感じでございます。まあ、これぐらいがね、妥当かどうかってやったら微妙ですけど、まあ、一応これにしときたいかなと思いますね。着的にもちょうど30分超えたんでいいぐらいですね。こっち奇数。というわけなんでね、まあ一応これぐらいにしておきたいと思います。で、浦和競馬が金曜日重賞だろ。しかも祝日、前売り木曜日、発送火曜日。お、次回は日曜日休めるわ。ラッキー。というわけなんでね、次回の浦和記念、浦和記念合ってるよね。浦和記念か。浦和記念はね、金曜日実施なんで、動画は20日になると思います。ではね、あとはあれか、ぐでたまの、鉄これ早く引き取りに行って、紹介動画撮れたら撮りたいかなと思いますのでお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。